通販版タイガーファンディング」ではどうぞ失礼します今宵も販路拡大を狙う志願者が己の野望を胸に捕らえと。 挑むまずはご経歴をどうぞ東京都から来ましたソソーマル27歳です最終学歴は高校卒業現在の職業は株式会社リクームの代表取締役をやっています今回希望するサポート内容は通販のトラの掲載と商品のご購入ですあなたが思い描く未来の姿は動物性生クリームの良さを全国にもっと広めたい 新しい反応をつかみ取れゲットぜオーダー簡単にご経歴を教えてください僕はですね三重県伊賀市というところで生まれ育ち両親が居酒屋をやっていたということもあってですね高校で食物調理科というところに進学しました高校では3年間料理を学びその後ですね上京してフランス料理店で2年間イタリア料理店で2年間働きましたその後ですね堀江貴文さんのオンラインサロンに入会してですね そこで出会った方と北海道トカチへ飛びパン屋さんを創業させていただきました。それが小麦の奴隷というパン屋さんです。その後ですね、1年間フランチャイズ本部の構築などを手伝ってですね、独立させていただきました。その後株式会社リクームを設立しました。そしてですね、現在では330ミリリットル缶の缶容器の中に9割の特製クリームと1割のスポンジケーキを詰め込んだスイーツ缶を 自動販販売売機ですするといいいう授業をやらせててただいてます今回のビジネスプランについて教えてください北海道産の厳選された生クリームをたっぷりと使ったホイップクリームをですねで、えー、と今回ですね、えー、ちょっとあのピカルさんの提案により、えー、岩井主催休んでいいよということで丸一日岩井さんにお休みをあげました。 で、えー、代わりに僕が司会をやって、えー、ピカルが、えー、今回はご枠として主催で、えー、掲載権を、えー、取れるか取れないかの最終判断はピカルが、えー、してくれるということになります、はい。小麦の奴隷の立ち位置はどういう立ち位置だったんですか？小麦の奴隷はですね、堀江貴文さんがオンラインサロンの中でですね、うん、パン屋さんやろうよ。 って言ったときに、今の現代表の方がですね手を挙げてで北海道に行こうとしてたところ、僕を誘って、ですねえそのオーナーの方はパン作れなかったので、僕もパンをいっぱい作ったわけではなかったんですけど、基礎的な知識があったので、じゃあ一緒に行きますということで、北海道十勝ちに飛んで、一緒に2人で開業しました小麦の奴隷のまあ創業メンバーとか、立ち上げメンバーのうちの1人だったと。はい、そういういいいいことで間違いないはい で、えー、そこでけどパンのプロもその中にはいらっしゃったんですかそれともパンはソソマルさんが何とかやったんですかどっちなんですかはい僕が全部やらせていただきましたあそうなんだ<ー>それすごいねほほ小麦の奴隷の初めのパンの責任者だったってことて表現で間違いないですかあはいそれは実績が、ね、ねすごいあるね、うん、いいねそんな方の自信のある生クリーム はいこの生クリの缶って1個いくらでどれぐらいの売り上げでどれぐらいの利益なんですかはい1個780円で販売させていただいきます<ー>月間ですね、えー、会社の売り上げとしては今600万円から700万円ぐらいあります、うん、利益率としては15%ぐらいなので100万円弱の利益が出ている状態になっていますちょっと名前聞いていいですかはいもう一回名前言ってください、えー、ソソーマルと言いますこれ何なんですかソソーマルさん <laughs> ソソをたくさんするから「粗相丸」と呼ばれるようになりました、えー、<laughs> 例えばどんな例えばですねあのバーベキューにあの呼ばれた際に全く知らない人たちがいるバーベキューだったんですけど、はい、ちょっと酔っ払ってしまってですねあのビア缶チキンという時間がかかる料理を作ってくれてたんですけど、うん、それを最後の最後に投ぎ倒してしまったりですね <laughs>、はい、あと北海道を飛んだ際ですね、はい、あの小麦の奴隷創業する時大変で忙しかったんですけど え雪の中に携帯をなくしてしまってえ仕事が全くできなくなってしまったりとか、はい、そういう粗相をたくさんしてしまいますで仲間から「お前は粗相丸だと」とそうですね粗相丸と行けと言われたので分かりました粗相丸で行きますと言われて4年間ぐらい粗相丸と言ってますまあけどね、あのー、名前で期待値調整ができてていいですよねそうですよね粗相しますって言ってるんだからその割に優秀だったらいいん、ね、ですよねお れそれ覚悟の上でね、お付き合いできますから、うん、そういうの嫌いじゃないよ。うん、ありがとうございます。<laughs> えー、僕大岡高校っていう高校は知っていて、あの日本で一番有名な調理科高校なんです。僕も高校調理科なんですけど、そこを出て専門学校に普通は行くところ行かずに上京してレストランで働かれてるんですか。はい、そうなります。どこでパンの知識はつけたんですか。え、そうですね、あのー。 まあ、イタリア料理のところで基礎的なパンの知識はそこでついていたというふうになります生クリームはどこから来たんですか生クリームはですね、えー、なぜ生クリーム屋さんを始めようかと思ったかというとですねまず第一に僕が生クリームがすごく大好きだったからです生クリームは飲み物だと思って過ごしてきたのでまあ本当にそういうので授業どこかでできたらいいなと思ったのが一つですで二つ目がですね北海道十勝に飛んだ時にですね 雪印工場があってそこで食べた生クリームに感動したからです普通の、えーとまあ、いわゆる市販の生クリームとここでやられてる生クリって、まあ、基本的に何が違ううんですかそうですすかそねあの皆さん翻弄しがちなんですが、えー、クリームって植物性と動物性があってですねその動物性、えー、いわゆる牛の乳から作られる生クリームの、えー、厳選されたもう僕が食べ歩いた中で一番おいしいと思ったものを調合して、えー、詰めています。 これを噛んで販売するというアアイデアは株式会社サムライパートナーズ取締役青木浩二ベンチャー企業4社創業の実績を持つ屈指の事業戦略家ヒカルを筆頭にトップ YouTuber のプロモーターを担当知見を武器に企業家育成リアリティショー賞ノンタイトルを運営する連続企業家事業戦略家の顔を合わせ持つこの男志願者のプロモーション戦略をどう評価するこれを噛んで販売するというアイデアは粗相丸さんが考えた はい、僕が考えて<ー>、えー、僕一人で実行しました今販売の販路としてはこの自販機がメインなんですかねはい自販機8台と、えー、通販になっていますじゃあ一旦試食してみますかはい今回はちょっと早めに食べてもらった方がいいかなって思ったんで、うん、はいえー、と今回はこのホイップクリームの方を、えー、通販で販売したいと思います、ね、はい缶じゃないんだ缶も欲しいですけどないんですか缶は缶ありますあの最初缶食べてもらえますかじゃあ、うん、缶気になりますね普通に缶も 置いいてくれたら味味はは一緒ですか味は違いますか違まあの<え>こっちはどっちかっていうと一つのスイーツとして売ってるのでこれだけで食べれるように作りましたあなるほどじゃあ生ホイップの方はもう生クリームのみに特化してるとあっそうですねえー、とこちらの方はどちらかというと、えー、パンにものせられるし<ー>パンケーキにものせるに<で>性があるようにかけるよってですねそういう味付けにしました今日缶4缶缶、えー、この生がと あとちょっと期間限定でクッキークリーム味を出しているんでこれが4個あります、はい、生クリーがいい <laughs> まあ一旦そのオーソドックスなやつ欲しいです僕じゃクッキークリームではいわっすごいまあでも今回ねこれ商品じゃないですからね一応おまけですよこれまあね、まあ、そうね109とかに置いてるんですよねいい自販機いただきます1台目が渋谷109の地下2階に設置させていただきました、うん、おいしい、えー、ど,どんな感じなのなんか ショートケーキの上の美味しい部分を濃縮してギュッてした感じ。えー、濃縮なんだ。えー、濃縮されてる感じ。じちょっと食べあなんか質感が違う。美味しい。サクッと入った。いただきます。すごい。うん、すご濃い。美味しいよね。美味しいこれ。イメイクイジパフェバーの代表。乳感がすごいですね。えー、めちゃくちゃ美味しいですこれ。あ美味しいんですか。 美味しいです。あ,あら私屋上で食べるソフトクリームみたいへ、うん、えー、まあもう食べてわかるんですけどこれは純生クリームではなくて若干チーズの脂肪分が入ってるからこの濃厚さなんですけど生クリームって言われたらこの濃厚さは感動するレベルだと思いますう、はい、そうなんですか合ってるんですかはい,あのい一番もう日本で一番いや世界で一番美味しい生クリームを作ったつもりです、うんうん、中にね入ってるのスポンジが。一番下に、見て。 だからプリンでいうと、なんか下の方に何か入っているプリンじ、はい。じゃあ光さんいきますか。はい、あでももううまいですよ普通に。うん。うまい。うまいですね。まあ量が多すぎる気もしますけどね。こんな食えないですね。なるほどね。うん。うん、ちなみにこれ値段いくらなんですか。 これが1缶あと保管しづらいのはあるかもしれないですねこれ蓋がもうなくなっちゃうじゃないですか分、ね、けて食べたい感はある1個多分丸ごといくの結構きついですねまあ量がえぐいぐらい多いんでいただきます おちゃんやめなさいそんな早く食べるのはやおちゃんおちゃんじゃ無言で食べるのやめなさいもう放送中よどんな感じかうんやめられない止まらないだね新しいあの美味しいって言わずに止まらない作戦ねかっぱえみせんってことですねいろいろ今クッキー食べまくっちゃったでは皆さんそっちも一応売るかもしれないんですけどメインの方ですねこちらちょっと説明してくださいあうめえ として開業させていただいたんですがそれの次なる展望としてホイップクリームバージョンを作りました、うん、特徴としてはあの生ク栗と同様に北海道産の厳選した生クリームをたっぷりと使用したホイップクリームになっていますそれで,ですねえっ、ー、と今回お皿に用意したのがですね食べ合わせ といういご家庭でいろんなこう用途として使えるので食べ合わせとして、えー、いろんな食べ合わせがあるんだよっていうので用意させていただきましたこれらを、えー、生クリームに合わせて食べて頂ければなと思いますはいちょっと若干違うな全然違う、はい、全然違う缶と全然違ううん俺生クリーム好きなんですけど別にその辺で売ってる生クリームと何が違うのか分かんないぐらいですね <laughs> またどうせ 普通の生クリームなんでしょういただきます。確かに。も、まあ、うん。わかんないですよ。でも、これい。普通の生クリーム。美味,ね、美味しいんですけど、わかんない。気がします、うん、普通の生クリーム。食べていいですか?こ<れ>。これ、これちょっとパテ,パティシエの解説を待たないと。ね、そうね。大きくなそうです。でも、めちゃくちゃ高い。六本木ジーニオーナー八神サラ エンターテインメントバー g ー2をはじめ六本木バー複数店舗を経営独立以来売り上げは億超えを持続生配信でも人気を集め SNSYouTube 界をにぎわせる大人の世界幻想的な空間へとニューハーフ界の女王降臨妖艶に光る神秘感が志願者の可能性を見極めるでもめちゃくちゃ高い生クリームの味がしますいただいてみようか。 じゃいいしよこれあの本当い私結構いとけどめっちゃ洋菓子食べてんのあそうだめちゃくちゃ食べててなんかうちのそばにダイエーがあるのよはい、はい、でダイエーに売ってるこういうスイーツとかあるじゃん、うん、めっちゃ買って食べてるの制覇してるしてる<ー>でも300円とか400円ぐらいのやつって生クリームがもっと安っちいの なんか食べた時に味に深みがないよこう食べてふわって終わっちゃう終わっちゃいますよねなんかシャッて終わっちゃうんだけどこれはそのベロの上でなんか味が重いのなんか言ってること分かります重たくて重厚感あって美味しいの、うん、食べてみよう美味しいけど生クリームだ差別化が難しいやつってことですかあでも後味が美味しいねやっぱうん うん、う皆さんおっしゃる通りですねねっとりと重たい感じが、あのー、お乳の香りがしっかりするので乳脂肪分本当高いなと思いますそれでもって軽いですね、うん、意外と軽い脂肪が高いのに軽いはいなのでちゃんと脂肪分あるんですけど泡立ってる状態<ー>、えー、なんだろうなと僕はこれはいちごに合わせたいなとは思いますけど<ー>なんだよその中途半端なの 重たいかなと思います。うん、ああ、重たい。生クリームとして。うん、強すぎるんです。だ、はい、から、その生クリームを一般的にその大量に使う人っているんですかね。 俺そもそもですけどだってもう初めから生クリームかかってるものを買うというかなるほど、ね、缶が売れた理由は自販機っていう面白さもあると思うんですよね。んか見かけた時に自販機だったら買ってもいいかなっていうので買ってる人が多くて実は生クリーム好きでそんな買ってる人ってあんまりないんじゃないかなとは思ったりもするんですけどね、うんうん、あとこれ保管って大変なんかなとその形で一回使ってもう一回こう置いとくっていうのが簡単にいけるもんなんかなっていう。 そうですね、一応冷凍で発送させていただいて賞味期限が製造から1年開けても楽になっています開てもる使う時に冷蔵庫解凍していただいてで解凍して配布してしまえば早めにお塩くださいっていうふうになりますえじゃあ使い切らないと長く持たないってことなんですかそうですねはいあそれ結構きつい気しますけどねその量志願者粗相丸が提案する動物性生クリームいざ試食 虎たちの答えは。賛否両論。続く議論。光が。唇を切る。その一番最後に注意点で製造準備のため、商品発送が2 0 2十年3月って書いてるんですけど。じゃあ3月に出てきた方が良くないですか。なんでこの今のタイミングで出てきて、これ待たせるのかなっていう。えっとですね。それがですね。まあ。O. E. M. 工場に委託してサンプルを。できた。 はい、いいものができた段階でこう令和の虎に出ようと思った時に通販の虎と、はい、いうのを募集されてたので勢いで応募してしまいました時期尚早ということですかね <laughs> でも今日お客さんからしたら待たされるだけじゃないですかそのだから何のメリットもないですよねそうなんかもう早く届いた方がいいじゃないですかこれはいあとですね僕がちょっと長くなるかもしれないですけどここまでの分析というか一言よろしいでしょうかお願いします,します僕もですね 武田塾塾という学習塾を作ってですね大ヒットしてそして2つ目に仕掛けるのは「武田塾イングリッシュ」だということでね武田塾が流行ったんだからイングリッシュもいけるだろうと思ったらねなかなかそこまで流行んなかったんな、うんうん、じでね生が「生クリームドーン!」って言ったら第2弾いけんだろうと思ってね意外といけなかったりするんですよ。 こっちの方が僕は好きでした意外とあるかもしれないそう、これがそうそう、ね、缶であったり味であったり絶妙なバランスが取れてて美味しいですよ僕こっちの方が好きで、クッキークリーム結構好き一番生クリームがなんだろうね、缶にも入ってないし味的にも差別化が図られてない気がした僕は缶が絶妙なバランスが取れててこの第一弾が良くてヒットしたんじゃないかと やっぱり、ね、ヒット商品って連続で作れないから意外と、うんね、ビジネスも何発も当たらないんですよ確かにてかなんでこの生栗缶をもっと広めようってならなかったんですか、うん、あこちらはもうあの自動販売機をどんどん置いていって広めようとはしていますその、えーまあ、自動販売機ってどちらかというと置いたらまあ儲かるビジネスになってきてるんでどんどん置いていけばいいと思ってるんですけど僕の中では広告塔としてもこう作用していると思っていてい渋谷109の一等地における 池袋サンシャイン通りの一等地におけるというのでどんどん置いていってブランドを育てていってそのブランドのホイップクリームだったりとか信頼があるからおいしいよねっていう方向に持っていきたいと考えていますで家庭では今のホイップをっていうイメージですかそうですね、あのー、こちらもあの缶の方も通販で売ってるんでこちらもいいんですけど例えばパンケーキにかけたいとかいろんな用途に使いたいっていうのはホイップクリームのこうが汎用性があっていいのかなと考えています缶は自分で通販で売れてるからその権利は分けたくなかったからなんじゃないの あのー、まあ販路開拓をしたいっていうところで、うん、あのホイップクリーム01で自社通販でやるよりかはこういった通販のトライに出たいっていう思いが強いこ,これってなんかこう自販機で社プラス取締役社長光るなりたいものになれるのはなろうとしたものだけ忖度ない発言で世間を揺るがし社会現象を巻き起こすアパレルブランドリザードを筆頭に多岐にわたる活動で見せる圧倒的統率力 そして令和の虎衝撃の1億円完全オール職業カリスマ YouTube 界唯一無二の知恵虎の玉座で志願者を待つ自販機で他のやつでずっとこれって売れていくもんなんですかねこれ今一応グラフ見たら右肩下がりじゃないですか <laughs> で気づいちゃいましたそのまあこのお肉とかも自販機でやってたじゃないですかあれとかはどうなってるんですずっと同じ売れ方するもんなんですか自販機で置いてたら それが気になりますいやあれ最初物珍しさで売れてですよねだからこれまたおもっと落ちていくんじゃないかなとは思ってるんですよね、うん、これコロナ禍での非接触の販売方法というところで補助金がいっぱい降りたんで<ー>みんな導入してったんでこういう23年の時なんでなるほど今まさにこのまま下降傾向でそれで次の一手みたいなところがあるんじゃないかなと僕は思ってて、はい、ああなるほど鋭い まあそれもあるんですけど、あの自販機はこのまま僕は続いていくと思っています。あの自販機の一ヶ月の平均っていうと、まあ結構売れてるじゃないですか。はい。うん。だから平均一台あたりでえー、っと価格からすると2000個ぐらい売れてるのかな。1900個とかそうです。それぐらいになると思うんですけど、結構売れてるんですよね。でこれ成功してるのは先ほど林さんおっしゃったように、このマーケティング上この面白さ。 噛んで、生クリームをその場で食べれるっていう面白さと、この味と、なんか、この新しさ。なんか、これがハマってるような気がするんですよ、ね。これリピートで気になりますよね。なんか、その、最初は、なんか、物目指して買う気もするんですよ。僕も、多分、これ見つけたら、なんか、多分、面白いが買っちゃうんですよね。多分。だから、この生ク栗の要素の三要素が、えー、っと、今度、家庭でやった時に、一個消えてるじゃないですか。うん、面白さ。うん、だから、そこの、形が変わってしまって、まあ、味はね、家用だったら、また、変わっていいんですけど。少し変化しちゃってる部分が、少し。 不安だなとは思ってるんで僕ならこの形が面白いっていうのを維持するためにあれをマヨネーズのケースに入れます面白いマヨネーズーキューピーマヨネーズと同じケースに入れて何これマヨネーズ違うねんみたいな感じでるなるほどやるとその面白さは維持できるじゃないですかんなんかそういうのどうですかねと思ったんですけどそれが今ない おたふくソースのあれに入れるとかすごい面白いっすねじ、うん、そっちの方が使いやすいですよねな,なんであのシャレが効かなくなっちゃったの急にそうそうさんはいあのしっかりとちょっとあの理由がありまして <laughs> あのそもそもあの今スイーツ缶を作っているのって菓子製造業で作っているので自社製造させていただいてます菓子製造業って許可的にはすごく簡単に取れる、まあ、居酒屋とか開くような感じで取れるんですけどこれをスポンジ抜いてしまうと乳製品製造許可になってしまうんですね それがすごくハードルが高くなってしまう,こう保管場所だったりとか、えー、調理工程しっかり保健所に見せないといけないっていうふうになってしまうので弊社の方でできないので委託先を探しました探した中で本当に動物性いっぱい使った生クリーム作ろうよって共感してくれた会社様が一社あってそこのもう規定で作らせていただいたのが今回ホイップクリームですなので形とかがあまり 売れ,ない売れてない状態で決められないっていうふうにああ自由度はなる、ね、o EM のそのいわゆるパッケージの制限があるわけですよね、はい、LINE に載せるためにはこれしかないっていうそうなりますそここだわれてないんですよねこれが売り上げ上がると買われたりとか変えられたりとかすると思うんですけどまだその交渉段階にもいけてないっていう状況確かにそれちょっと魅力がないっすもんね見た目にねそれ欲しいとはならないですけど缶は面白いかなと思いますけど生クリーム単体での販売その可能性を探る前半戦 タイガーファンティングに暗雲が立ち込める次回後半戦物語の結末を見逃すな雪印に買収されたいだけってことですよね最終は最終ゴールの一つとしてそれを考えている形になります買収されたいらしいなぜ面白くないですよね